はいどうもこんにちは、フレです。今回はミュウツーのレイドバトル、報酬がたくさんあって美味しいということで、そちらの攻略方法を紹介したいと思うんですが、多くのねツイートとか攻略サイトでルナーラとかマーシャドウが最適だよっていう風に紹介されてると思うんですが、じゃあ過去作持ってない人はどうやってやったらいいんだっていうのを今日は考えていきたいと思います。はい、ではまずこちらレイドバトルでよく使われているポケモンたちです。一個一個見ていきたいと思います。まずニャイキング、こいつに関しては大文字とか気合玉とか波動弾とか瓦割りとかがあるので、ちょっとね弱点疲れちゃうのできついかなと思います。なし。続いて無限ダイナ、こいつもミュウツーの1エスパー技が結構きつくてすぐに沈んでしまうので、こいつもなし。ウオノラゴン、こいつは上を捉えてしまうっていう情報があったんですが、僕がね個人的に陽気スカーフで試したところ、抜かせて上からエラ紙打てたんですけど、あんまりおすすめはしないです。なんか攻撃力がね足りてなかったのと、耐久力もちょっと不安でしたね。で続いてシルバーディ、こいつはね普段のレイドだといろいろタイプ変えられて重宝してるんですが、こいつもちょっと耐久がきつかったので微妙かなという感じです。じゃあどうすればいいのかと、我々過去作を持ってない人たちはできないんでしょうかっていう話になりますと、端的に言うと誰かに頼って誰かの力を借りてやるしかない。じゃあこの動画何なんだってなっちゃうんで、ちょっと一個紹介しておきたいのが、頼る人には頼る人なりの最適なポケモンっていうのがいるので紹介したいと思います。でそれを紹介するにあたって、まずこのミュウツーレイドバトルで、テンプレートと言われてるチームの紹介をしたいと思います。まずこちら、先ほど紹介したようなルナーラやウルトラネクロズマの、ルナーラの姿、暁の翼でしたっけ、ネクロズマ、この2体は高火力のゴースト技をバンバン打てるってことで、ミュウツーの弱点の技を打てるっていうことで多くの場所で採用されてます。でマーシャドウ、こいつの専用技が相手の能力値の上昇を奪って攻撃するっていう技で、ミュウツーの方が結構悪巧みとかビルドアップっていう強い技を積んでくるので、それを盗んでゴースト技の物理技をぶつけられるっていうのが、強みとして皆さん使ってると思います。で最後の1枠何かっていうと、これサポートのオーロンゲなんですね。でこれ全然妥協してるとかじゃなくて、本当にパーティーに必須の1体になってまして、どんな構成かっていうと、技構成が両壁、光の壁とリフレクターですね、と挑発イカ様で、努力値ぶりはなるべく耐久ぶりでっていう形なんですけど、どういう立ち回りをするかっていうと、さっきも言ったように悪巧みとかビルドアップを積まれてしまうと結構どうにもならなくなってしまう、もう化け物ができてしまうので、それを防ぐために挑発で、その後はミュウツーが物理型と特殊型両方いるんで、今自分が相手してるミュウツーがどっちなのかを判別した後に壁のどっちかを貼ります。であとは挑発が切れるまでの間ひたすらイカ様連打、伝説のポケモンなので攻撃に関しても高い種族値を持ってますので、それを利用したイカ様、かつ悪タイプなら弱点がつけるので結構いい感じに戦えるっていうことで、みんな使ってるっていう感じになります。このポケモンだったら過去作を持ってないそこのあなたでも作ることができるよっていうことで、今回紹介させていただきました。でインした時点でそのチームに他の人がオーロンゲを出していたら、2体目のオーロンゲちょっと渋滞しちゃうとあんまり良くないので、ある程度強い伝説ザシアンとかザマゼンタでも、ギリギリ戦えると思うので、そちらのポケモンを代わりに出すといいと思います。というわけでお役に立てたでしょうか。めちゃくちゃね報酬が美味しいので、ぜひともやってみてください。とここでプレゼント企画のお知らせです。今こちらご覧の方の中から抽選で1名様にルナーラをプレゼントします。これだけね過去作使わない攻略方法を紹介しておきながらルナーラプレゼントっていう、なんかちぐはぐな感じなんですけど、概要欄から Twitter でフォローリツイートでご参加いただけます。参加受付時間がね2日間しかなくて当たりやすくなってると思うので、ぜひともご参加ください。で抽選間に合わなかったよっていう人も、フレコ交換していただければ、僕がルナーラでレイドを回してるかもしれないので、ぜひ自慢のオロンゲでご参加ください。一緒に頑張りましょう。いやね、ミュウツーの難易度高すぎて過去作持ってない人に厳しいみたいな意見もあるんですけど、今回はポケモンのね記念日を祝う感謝祭っていうことなんで、お作から遊んでくれてるねお得意さん多少有利になってしまってもしょうがないのかなっていう気もします。皆さんはどう思ったか、ぜひコメントください。モチベーションになりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら、フレさんでした。